こんにちは。体の枝10万円勝負です。今日は2020年の9月13日、時刻は23時11分です。現在の枝コインの値段は 10.03 円ですね。はい。今日結構昼間上がってたんですけど、急に落ちてきましたね。この4時間足なんですけど、この今の、陰線2本だけでガーンと落ちてきてます。昼間ね、じわじわ上がってるなと思って見てたんですけど、こういう感じでじわって上がってたんですね。で 10.6 ぐらいまで行ってまた 10.0 まで落ちてきたということですね。でちょうどこのねレジサプライまで来ているので、ここをね抜けるかどうかと、ここを抜けると、またね9円台ということになります。ではツイッターの方に行きたいと思います。はい。今日はですね、リードステークプールさん、As promised, new basic educational video before the end of Epoch 216と、今、Epoch の、ね、216が終わったんですけど、それで、この方がステーキングの関する動画をね、As I promised ということなので、出すってなんか約束してたみたいですね。で、今回は、FAT is the 体の D パラメーターと、D パラメーターはどんなものですかということで、今これ動画ちょっと1分で終わっちゃいましたけど、こんな感じで、D ですよね。D パラメーターについて、簡単に、説明していると。今 0.7 になってますから、はい、ちょっと聞こえないですね。0.72 ってなってたので、我々がというか、ステークプールが、実際にブロック生成すると、割合が、1から 0.7 に引いて 0.28 ということですね。でそれが、エポックの216で 0.28 で、今217になりましたので、まだ 2% 上がって、30と 0.30 ということですね。はい。でちなみにですけど、今エポック216まで終わって5回目の、報酬がね、ずっと入ってる方は、ずっと入ってるというか、最初からステーキングをしている方は、ステーキングを委任している方は、5回目です。で体の間10万円勝負でも、委任をしてるんですけど、今 55.6、入ってます。5回で55なので、平均すると11ですよね。11イダぐらいが、毎回報酬として入ってきてるということなので、今 14,012.9 だったのが 14,068 ぐらいになってるというような状況です。はい。はい。次ですね、ユッタさんのところで、括弧重要と書いてありますけど、財団のロードマップ、新 CEO、透明性向上合言の寿命加速と、財団の記事を2分で読めるよう日本語で要約しましたということなので、ちょっと見ていきたいと思います。はい。ここ、体のページなんですけど、財団のロードマップの CEO と、透明性向上合言の寿命加速、かつてないスピードで財団成長と、ユッタさんの結論として、財団について一部の人は騒いでいますが、かつてないスピードで成長していますので、慌てず疑問点は質問してほしいとのこと。実際、勝本さんも多くの場面で活躍されています。財団の LINE と公式テレグラムもぜひ参加くださいということですね。元の記事があって、要約されています。背景、最近、財団はメンバーの人員配置変更を行いましたが、憶測が飛び交っています。財団はコミュニティの声を聞いていないなどです。それに加えて多くの財団の問題をリック氏は個人の YouTube で表明しましたと。財団はオープンで透明ですので、これに関するコミュニティの声を2つに要約して答えます。1つ、現在のワークストリーム成果及び体の財団のリーダーシップについてより公開してほしい。財団とコミュニティがどう対話できるかの場を維持してほしい。対話できる場を維持してほしい。リーダーシップ、コミュニティ管理チーム、双方向の対話の場、コミュニティ指導、ロードマップ、今後のフィードバック。はい。で1の現在のワークストリーム成果及び体の財団のリーダーシップについて公開してほしいというについて、以下ね、回答のような形になっています。ロードマップ5フェーズのうち3フェーズまで進んでいます。フェーズ1は完了していて、2018年の終わりにネイサン・カイザー、ドミノ・バーキ、マン・ミート・シンがカウンシルメンバーに就任。2019年の焦点は、体の財団を正しい軌道に乗せるために100以上の管理措置が実施、2019年フルタイムのスタッフは5人未満、地球上の20カ所に30人近くのチームで、女性の3分の1が女性と。フェーズ2完了。2019年2月、ニコラス・アルケロスとタマラ・ハーセンがカウンシルに加わり、カウンシルに追加のスキルをもたらしました。テクノロジーのニコラス、人事のタマラ。フェーズ3進行中。2020年3月、戦略ワークシップ
ショップで財団のエマーゴ IOHK より50人以上集結、多くのことタスクが並列発生しています。これらをすべて終えるには時間がかかります。アンバサダープログラムのフェーズ、報酬、プロジェクトリノベール、ダボスでの WPRFP と CIP のロールアウト、シェリーのリリースなど取り組みました。フェーズ4、これからの予定ですね。2020年11月、新しい CEO が加わった時からカルダノ財団は、健康でコンプライアンスに準拠した、持続可能な運用を行うフェーズに達し、採用パートナーシップ、サードパーティーの統合に焦点を当てる必要があります。カルダノ財団はまた今後後半 IOHK から主要な責任を引き継ぐ予定です、ということですね。IOHK からの責任を引き継ぐってはどういうことですかね。開発をなんかやるっていうことですかね。まあ、IOHK は契約していて、契約が終わるとかっていう話もありますからね。フェーズ5、IOHK がこの革新的なテクノロジーを提供するときに、ゴーゲン、スマートコントラクト、DAPS、マーロー、DSL、金融契約、およびカルダノエコシステムに参加する多数のエンタープライズパートナーの立ち上げから始まりますと。はい、これが1に対する答えですね。まあ、いろいろな状況を開示しますということですね。2、財団とコミュニティがどう対話できる場を維持してほしい。リーダーシップ、問題は起きていません。献身的な理事会、エマゴや IOHK の代表を含む学際的な人々、新たに CEO 歓迎、2019年初め5人だったのが30人のチームになったと。全員がフォーラムで自己紹介を行うので、そこで疑問点をぶつけてくださいということですね。コミュニティ管理チーム、今後も強化していきます。人員配置の影響はあるかもしれませんが、現にもコミュニティマネージャーがいることを思い出し、彼らの仕事を尊敬してください。非常に素晴らしい仕事をしていますと。3、双方向の対話の場。コミュニティマネージャーと対話でき、そこから適切に財団内部に持ち上げ、回答を出すプロセスがあります。トミカーマーによる多くの YouTube コンテンツ、ティアゴのティアゴセロディオのアンバサダー、制度拡張、ニルス・スコルフの、日本コミュニティのための LINE 設置、レイアン・ヒヘっていうんですかね、中国コミュニティ数の数倍の成長。中国のコミュニティは大きそうですよね。アンディ・ヘンドリックスのオランダでのカルダの認知度拡大。これらは、カルダのフォーラムでも引き続き公開されています。コミュニティ指導のロードマップ。コミュニティ指導のイニシアチブを歓迎します。IOHK やエマゴのロードマップ技術状況に鑑みて、ロードマップは柔軟に変更され、数値目標も明確である必要があります。重要なのは時間と忍耐も必要で、ショートソリューションはないことを理解しなければなりません。規制当局との連携には数年必要な場合もありますと。一方、シェリーリリースの前と前後に、財団内の複数の機能に9人の新しいチームメンバーを加え、ゴーゲンの前に技術スタッフを募集していますように、かつてないスピードで成長していますと。5番、今後のフィードバック、コミュニティ管理チームへ直接問い合わせフォームのような専用チャンネルで質問してください。オープンなテレグラムなどでは大量のメッセージに迷子になりやすく、回答が悪用され財団の評価を損ない、カルダノの採用を妨げる結果になる可能性があります。カルダノエフェクトのセッションにもぜひ参加くださいということですね。以下サイトもよろしければ非公式の日本語コミュニティなどありますのでチェックされてくださいと。はい、ここは、コインジーズイズユータさんのところですね。はい、ということで、カルダノ財団の方がどんな感じかなっていうのは、これを読むと、普段見ていない方には分かりやすいかなと思いますね。はい、はい、でですね、こちらですね、IOHK の、イメージビデオっていうか、そんな感じのものがね、出ています。動画がね、なんだろう、今まで見たことある動画がチラ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 出てくるような感じなんですけど、アウジールスティルグリンディングと、まあ、なんだろう、ゴルゴやってますよってことですかね。はい、ですので、まあ、今のね、その、なんだろう、内部がちょっと混乱してるよみたいなやつを打ち消すような感じでね、ちょっと出てきたのが面白いかなと思います。はい、なのでね、IOHK のイメージ、カルダノ財団のイメージがね、ちょっと見て、ちょっとでもね、分かっていただければなというふうに思います。では値段に戻ります。はい、10.02 ですね。はい、14,012.9×10.02 が、元本が10万円ですので、4万409円のプラスということになります。はい、40.4% のプラスです。はい、今日もご視聴いただきましてありがとうございます。失礼いたします。